はい、みなさんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3、前回ですね、ヤマタノオロチに負けて、まあちょっとどうしようかなというところで、まあ、悩んだ結果、もうサマウンサをやりましょうというところで、新たな大陸ですね、このサマウンサ地帯やっていきたいと思います。まあここでまたちょっとレベル上げたりして、強くなったらヤマタノオロチに挑んでいこうかなって。勝ったガメゴン、やっぱ女神が通らなかったっていうのがめちゃくちゃ痛いよね。こいつも通んねえし、全く効かない、効かなそうではある、てか死ぬんだけど。硬すぎだろこいつ。勇者の攻撃も全然通らないんだけど。女神が入ってくれ、効かない。ベギラも入ってくれ、効かない。シャドウは通る、効かない。ヒットポイントいくつなんだよそもそも。1回につき10いくつしか当たんないかんの。シャドウ取れ、通らない。マジか、通らないことの方が多いのよ。火力不足感が否めない。よし、レベルは上がった。ただまだ20になってないからね、レベル。どっかで一回集中して、まあ、ガメゴンやだ、逃げる、初逃げ。あ、キラーアーマーとか出てくるんだ。コングはね、海賊のところで出てきてたけど、海賊のところで出てきてたやつは地獄の鎧だったかな。キラーアーマーの方が、まあ、どう考えても強いし。効かない、猿に女神が効かないってどういうことよ。こういう鎧着てるやつとかだったらさ、まあまあまあわかるよ、それはわかるよ。まあ鎧で通らなかったんだろうなっていうのはあるけど、猿なんて絶対通るでしょ魔法。まあただ敵が強い、結構敵でんな。まあコング3体だったら戦ったことあるし、ただ魔法使い僧侶狙われるときつい、通パンされるからね。盗賊とかもう少し豪傑にしよっかな、火力上げるために。一応満タンにしとこう。さあこれで小さなメダル、盗賊の花あと2個。父ちゃん帰ってこない、おいおい、なんで死んだ。ブレナン、お前はいいやつだった、天に増します我らが神。ブレナン、戦士ブレナンなんだ。王様の悪口を言っただけで死刑。レミラン、お、ここにもう2つあるのか。素早さの種に小さなメダル、教会とか、なんかたまになんか怒ってたりするかな。レミラまで来たのない。でここはそこそこいいやつが売ってた気がするんだよね。今度レミラまで来た、ここだけか。多くの人たちが毎日牢に入れられたり死刑になっている。昔は優しい王様だったけど。あ、ここはあれか、モンスター城か。娯楽はあるんだな、店のものは散列している。え買えないの。命が惜しいならお城には行かない方がいい。魔王が世界を滅ぼすなんて噂もあるし、長生きなんぞするんじゃなかったわ。絶望に満ちてんだここは。あ、ここは売ってんのか。あ、ゾンビキラーとかね、あるからね。攻撃力めちゃくちゃ高えな。ドラゴンシールド、あ、これ欲しい。いや絶対軽減できるでしょ。なんか言ってくる、金足んねえから。金下ろしてくるか、金下ろして全部売ってドラゴンシールド買おう。裏手、向こうへ回ってくれ。はい、一応ちょっと城の方にも行ってみますか。でここには宝あるんかい。レミラマ、ちょっと間違えちった。
ここは？あ、お城の上にあるかもしれないね。町ではまた葬式が行われている。入れる？あ、全然入れるわ。横から入れってこと？これ正面から入れないでしょ多分。ほら、王様に呼ばれてきたのか。はい、嘘つけみたいな。ほらね、アポイント取ってねえから。あ、あそこにある。いやー、めちゃくちゃ役立つわレミラーマ。よし、小さなメダル。上の世界でどれだけ手に入るかだよね。まあ一応城探索はしますか。城探索して金下ろしてドラゴンシールド買って、小さなメダルめっちゃあんの。台所邪魔しないでください。食事が遅れると死刑になる。あと1個、ここにはない。あ、王様地下。王様のためなら何でもいたしますわ。とっても立派ですわ。なんだお前は。ちょっと王様に話しても時間の無駄だからない。鉄の扉。魔王というものが世界を滅ぼそうとしている。王様は魔王に心を売ってしまったのか。まあそうは考えるよね。夜にならないと上には行けないか。ないな。あんなに優しかったのに別人のように見える。あれ、盗賊の花あと1個あるよな。どこどこ行った。ちょっと待って待って、全然わからなかった。あそこか、花畑か。命の木の実。じゃあちょっと地下に降りて立ち去られよ。キラン。これ夜に来た方がいいか。夜になるとさすがに門番もいなくなって話を聞けるかな。なんもない。あ、でこれこっからこっちへ行けんのか。ここ王様の部屋。二つ。ずるっこ。王様ずるっこなんだな。こん棒。あー。ここに降りてきた。どうだ。ちょっと闇のランプ使うか。じゃあ。便利な便利な闇のランプ。どこだ。あった。結構上の方にあったな。葬式一日中続いてんな。イベントが進むまで葬式は続くんだろうな。寝てる。あの門番ずっと立ってんな。大変だな。給料も良くなさそうだしね、こういうパワハラの城は。ああ、王様はでもあれか。あ、今日も命がありました。あいつはなんで踊ってんのまだ。もう休んでいいんだぞ。え？超謎。ああ、こいつここで寝てんのか。完全に別室だな。しかも超小さい部屋だし、待遇が悪すぎる。あ、いけない。マジで？なぜ？情報が欲しいんだけど、もう大体の人には話したよね。あ、こっから下に行けるか。あ、全然関係ねえや。はい、ありがとうございます。優しい兵士だ。じゃあちょっと一回アリアハ行きます。では金を下ろして全部売っ払ったらめちゃくちゃ金が増えたんで、とりあえずドラゴンシールドは2人に装備させておきたい。盗賊で勇者も装備は下がるけど耐性は上がるからでしょ。鉄仮面、黒ずきん割る。だと魔法の鎧か。魔法の鎧も下がるのか。大地の鎧装備させたかんね。ただ僧侶が増えんな。よし、これいこう。ゾンビキラーどうする。持っとこう。
ゾンビキラーだな。あーでも草薙、いやゾンビキラー必要だな、ちょっと。で最悪で、ゾンビキラーは僧侶に渡せばいいわけだから、よし5000円になったな。一気に金が減ったけど、またこれでだいぶ充実できたはず。道具を整理して、でゾンビキラーがちょっと下行っちゃうから、ゾンビキラーは勇者に渡しておく。で装備はしないで、同じ感じでアサシンだがどこだ、これがちょっとめんどくさいな、いちいち取り出さなきゃいけないので。王様が、まあ、偽物っちゃ偽物だから、それを暴くためにラーの鏡が必要なんだけど、その情報をどこでもらえるかって言ったらよくわからん。結局下の洞窟にあるんだけど、行くだけ行ってみよう。敵は強いんだよな、例によって。だからベギラマー魔法の鎧装備してたから僧侶あんま食らわなかったもん。グワハ、魔法使いは狙わないでおくれ。19レベルになった。最大マジックパワーが上がった。トラマが吠えた。船ここに来るんだ超意味ねえとかに来てんな、まあ、山に囲まれてるからね、ここ旅の扉じゃないと来れないから。うわ全然効かんわ。さあどっちから行く、上から行こう。つながってる感じだな。骸骨剣士、ゾンビマスターとか出てきてるし、痛い。腐った死体、腐った死体よく呼ばれんないろんなやつや呼ばれんな。意外に友達が多い、腐った死体は。生きてた時に、あーザオラルとかうぜえ。ちょっと待って、魔法使いのマジックパワー足りるか。勇者マジックパワー50あんの。一回どっかで増えたかんな、まあ、あと不思議の木の実を使わせてるかんね。うわ出たガメゴン、ガメゴンゾンビキラーでなんとかするか。ちょっと一人になったら、いや魔法トラやばい、誰取られる、誰取られた今。いやガメゴンは本当勝手感だ。ゾンビキラーして、これ役立つ。ゾンビキラー33でかい、33当たるのはでかいな。キャドとか通るのこれ、あ通った、珍しい。一応通るは通るんだ、通らないことの方が多いからな。542、あまた画面動か、ちょっとこれは最悪マホトラでマジックパワー奪うしかない。聞け、聞かない。いけメラ、絶対取らない、取らないでしょ。いやガメゴンが強えな、硬すぎるマジで。うんー宝箱左とかなんかありそうな気はするけど、ちょっと左から行くか。あフロアのあれを見よう。あない、じゃあいいや、ないんだったら探索する必要ないわ。ベホマスライム、待って待って待って、ベホマスライム出てくるんだったら刃のブーメランで全体攻撃をしたい。キラーアーマー先に来ちゃうから、ベホマスライムの方はどうだろう。よしよしよし、ベギラも効くな。いや勝て、ちょっと火力が足んなくなってきたか、全体攻撃だと。凍結を装備してるわけじゃないからな、火力も下がってんだよな。まあマジックパワー50までいったから
いやでもあと2レフルくらいはちょっと、お、これは、ちょっと待って、絶対怪しいでしょ。インパス覚えたんだよな。青く光ってる、わからん。力の種、いや絶対これ怪しいよ。キメラ、インパス食らっていくつ使った？ 3 だよね。小さなメダルがある。まあいいや、罠にかかってやろう。マットラ、やばい、魔法使いの、マジックバーがめちゃくちゃ奪われてる。キャダルコ唱えてくんの？キャダルコは30食らうな。マジか。やはりここら辺の敵は強い。ちょっとソウルのマジックパーもやべえし。でこっち行くとガメゴ、いや通らないよ。マホトラシロもゾンビティア使っちゃって間違えて。いやガチで通らんわ。え、マホトラシロ、マホトラ、こいつマジックパー持ってないの？あ、通った。通る率がめちゃくちゃ低いんだけど。よし、19レベル。よし、5上がったな。トヘロス、いらん。ライデン覚えてほしい。ちょっと待って、インパスを唱えるあれもない。ミミック、そんな気はしたよ。ゾンビキラーになってんだ。ザキ、死なない。よし、マホトラ合戦だ、いけ。あ、マホトラもうねえのか。マジックパーこいつ3しか奪えない。勇者から奪ったか。攻撃力自体は大したことないのか。奪ったもの返してもらうぞ。全ミミック、もしかして。あと2回ザキ、あぶね。いけいけ、これ3奪えるよね。3残るんだ。で奪われて、ゲッ、ダブルマホトラ、最悪なんだけど。奪え奪え、マジックパワーの奪い合戦だな。で2つインパスかけよう、もうめんどくさいな。全然美味しいわけでもないからな。赤く光ってる。あ、ダメだ、もう全部ミミックだ。まあここはちょっと刃のブーメランだな。新しいブーメランが欲しい。もう次炎のブーメランにならないとないのかな。いや、マホトラ、マホトラやべえわ。帰ろっかな。ちょ、どんだけマホトラ取らないの。効かねえとか悲しすぎる。ゾンビマスター強え普通。ザオラル生き返った、最悪。生き返ったところをマジックパー奪う。骸骨剣士、これ生き返ったら経験値増えるとかないよね。1000もらえんだ。メタルスライム並みにもらえるな。ちょっと一回帰ろう。さすがに厳しいわ。サマオンサ周辺、かといってもあとレベルを上げるくらいしか鍛える術がないからな。レベル19か。メタルスライム狩りとか、白銀メタルがね、向いてくれればね、全然いいんだけど。25。キラーマーの場合はもう、ゾンビキラーの方が良さそうだけど。ヤマタノオロチ倒して、草薙の剣がどんだけ
強いかだよね。これどういうダンジョンだって。骸骨剣士、こういう時はもうブーメランでしょ。これルカナ結構やべえな、すげえ食らう。ベイラマも効きづらくなってるかな。ちょっとそろそろヒャダルコあたりが欲しい。本当はイオラ使いたいけど、それは贅沢というもの。ゾンビマスターもななかなかに鬱陶しいかな。マホトラ最悪だよな、使いすぎだろう。いや倒せねえ、全然倒せない。このベギナまでどれだけ葬れるか聞かない聞かない。でマホトラ、経験値だいぶ高くなってるけどね。その分やっぱ敵も強えわ。ぜひ今度分かれてるし、ゾンビマスター、いやーすげえ取られるわ。10くらい取られるかな。唱えすぎだろこいつら。何、最初枯渇してんのマジックパワーが。メラミで確実に倒すか。効かないし、効かないとか悲しすぎるんだけど。3体倒せるか。もう1体無理。ベオフォミ取れてきやがった。まあ盗賊のマジックパワー奪われるくらいだったら全然いいんだけどさ。イオン取らないしな。いや効かねえ、ヒットポイントも高えしな、かわされてるしな、ザオラが取られたしな。あぶねあぶね、ひかずちの杖もう1本欲しいんだけど本当に。僧侶20になった。でも転職するんだったらなんかヒャダルコあたり覚えてから転職したいな。もうそろそろだとは思うんだよね。これ下から来るって感じか。これマホトラでさ、めちゃくちゃマジックパワー枯渇するんだけど、さすがにこれいけるよね。 OK、 腐った死体、大人気腐った死体。なんで腐った死体から倒す。ゾンビマスターからやれよ。よし、全然効かない、効かないことがあるからね。もう女神通らないとかなりショック。よし、魔法使い20になったけど、なんか覚えてください。ヒャダルコ覚えた。え、じゃあ次イオラだよね。いつ覚える。ちょっとガメゴンは葬っとこう、俺の手で。僧侶もマジックパワーが減ってきている。ジェイク、マジ 10% くらいしか当たんないか、体感。まあ当たればラッキー、まあ、ただだからね、イカズチの杖自体は。ほんと手に入れてよかったわ。イカズチの杖なかったらめちゃくちゃ苦労するよね。これなんか下から来ると遠回りだな、それは覚えた。で穴があるな、これ穴に落ちるべきか。あ、穴に落ちるべきだな多分。ガーメンも2体かよ。1体ずつ確実なホーム当たれ。よし当たった、でかい。あ、雰囲気なんか入ってくんのかよ。しかも寝てるし。ヒャダルコ取る、取んねえじゃねえかよ。メラミ取ってくれ。かーたーい。で勇者寝たよ。吐きすぎだろ、どんだけ甘い息吐いてんだよ。目を覚まさない、通れ。産んだのに、あとメラくらいのヒットポイントか。通らないんだよ、だからそれが
通ってくれれば倒せる。倒した。総量もちょっと減ってるけど、また宝箱なんなのここ。スタミナでも取っとくべきだよね。そろそろインパスかける。盗賊のマジックパワー奪ってくること自体は、いや、ヒャダルコ強い。ゾンビキラー70は食べた。さすがの豪傑だな。どうしよう、ちょっと薬草でケチるか。これ7個か。ちょっと1個ずつ使おう。はやてのリング、いいもの見つけたけど別に使わないんだよな。もう欲しゅる腕もあるし、これ絶対、ここ絶対さ赤いよね。あ、ここは青いわ。小さなメダル、やった。なんかスーファミ版のドラクエ5とかだったら、なんかミミック倒すと小さなメダル手に入ったんだけど、いやーこれまたガメゴンだな。厄介すぎだなガメゴン。僧侶とかに通販される。これ先に始末したいといえば始末したいけど、よしよしよし、寝た。やばい、勇者死ぬ。通れ、通った。よし、甘い息はまあまあまあダメージを食らうわけじゃないからね。そう、寝てんのか。そういえばゴリ押すよ。あと100度くらいのヒットポイントか。通った、よし。なかなかにつらいなあ。僧侶も減ってんな。薬草使おう。意外に役立つ薬草。これもう何回かに分けてこないと。あー、しまった、これミミックだったか。マホトラ、あ、こっちかい。いいね。先手でマジックパワー奪った。まあ取られんのはしょうがない。でメラで倒せる。当たればだけど、通った。いや、これもちょっとインパス、まさかこんなに役立つとは。青い、よし、命の石。あ、これザキを身代わりにしてくれるんだっけ。赤い、さよなら。キラーマン一匹倒そう。ビフォーサレムしてはそんなに人も下がらないな。キャダルコか。あ、強い、当たれば。ベギラマより強えわ。まあそりゃそうか。変わんなかったら何も意味ないもんな。最近硬いやつが多いからな。やっぱりゾンビキラーで攻撃しないとダメージが通りづらい。まあ、買っといてはよかったね、ゾンビキラー。正解だった。よし、勇者も20レベル。マジックパー2か。あれ、頭脳明晰だよね。まあまあまあ。ちょっともう1レベルくらい、じゃあ、マジックパワー上げたいから、もう1レベルだけ頭脳明晰でいこう。あ、これ下いけんな。ん、どっからどうなった。あー、宝箱。ミミックかもしんないけど、これは多分大丈夫でしょう。出た、ゾンビマスター。ここちょっと刃のブーメランでいこう。やっぱり骸骨剣士のルカラン、うわー、めちゃくちゃダメージが通るな。やばい、盗賊の30か。勇者もマジックパンねえんだけど。メラミー、ベギラまでいい気がするんだけどな。メラ、なかなかの難所だな。これは絶対大丈夫、自信持って。ぬいぐるみって何。骸骨剣士を始末しよう。
やばいな、これまた撤退か。ちょっとで、ブーメランで骸骨剣士っていうかゾンビマスターに、これリレミト代は取っておきたいもんな。もう魔法使いリレミト使えねえし、最悪だ、生き返りやがった、倒した。まあヒットポイントマックスで蘇るわけじゃないからね。上だけ覗いとこう。上が長、シャドウ、キャナルコ連発されたら終わるな。こっちのキャナルコか、効かない。ブーメラン投げろ。イカズチの杖でもいいか。一応ワンターンで倒したな。700ベーフォーミスト、ちょっとある程度地形を把握してで脱出しよう。これもう無理だ、もうあと数回しか多分戦闘できない。まあ、ホトラー行け、効かない悲しい。よし、ノーダメ、これはでかい。あ、で、ここに来て、で、あっちに行って、あ、なるほど、じゃあもうここは速攻で下に降りていいんだな。ガメゴン、だってガメゴンなんてマジックは持ってないでしょ多分急所させてくんねえか、毒針で。よし、後ろのやつベギラムが取ったの、いけ、取れ、取らない、急所倒した。じゃあベホイミ、ベホイミを使うまでもないか、ホイミでよかったか。なんかある、あー、じゃあ出よう。で、1残ってるからルーラでサモンさんに帰る。いや、つらいわマジで。ちょっと金預けてこようかな、1万円くらい貯まってるから。1万2000あるもんね、金預けてくるわ。で、落とし穴に落ちればいいのかなっていうところまでちょっと進めちゃいますか。1万1000円預けよう。じゃあルーラでサマオさん取ります。あ、バイキルト覚えた、で、この落とし穴落ちて、あ、で、これで、あ、一瞬で手に入ったわ。正解ルート以外を行くと結構かかる。あ、で、ここに来るのか、なるほどなるほど。じゃあもうリレミトでいいじゃん、なんか一瞬だったな。で、ルーラでサマオンサ行って、ボスがいるんだけど、一応バイキルトは手に入れたか、どうなんだろうな。まあ2500円、最悪死んでもいいや。もうなんか毎回あれだな、死んでもいい作戦だな。で、闇のランプ使って、で、そしたらやっぱゾンビキラーだよな。勇者ゾンビキラーが攻撃の要、なんか言ってくんのかな、この夜のところで情報を。おじいちゃんを連れていくのは無理、あー困った、出ていくしかない、ふがふが、何も情報くれん。あ、あとあれどうなってんだ、この中とか。あ、ラーの鏡を手に入れたからあれかな、お葬式が終わったのかな。あれ、兵士もいなくなってんの。サイモンの息子、行方知れずになった親父を探して旅をしている、どこかの牢に入れられた。あれ、これってなんか
イベントあったっけ？あれ、兵士がいる。王様にはちゃんとした食事をとっていない。こいつらはいつまでたっても踊ってんな。元気だな。兵士は？で、要はもうこの牢屋なんだよな。牢屋で全然情報が取れないからな。ま、王様を倒すしかないか。ピュン、これ何のためなの、この見張り台。飛び降りるしかさないんだけど、3メートル4メートルあるよね。人間3、4個分だから。明日にせよ明日に。いや、今必要なんだ。ぬいぐるみって何？守備力。鎧なの？化け物の姿が映し出されている。見たな。ボストロールで、勇者はゾンビキラーにして、攻撃攻撃、ルカニがいけるか。で、バイキルだな。29。わっ、ルカナン取られてくんの。ルカニ1回下げる。1回下がってくれれば効かねえ。いや、効くことを祈って、で、スクリットかけよう。ゴホア強い。よし、下がった。180。これ防御して意味ある？攻撃するしかない。いや、待って、ない。薬草使うかなと思って一応防御しとこう。で、勇者攻撃でしょ。ちょっと盗賊に先にかけて しまった。魔法使い、危ねえ。よし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 。で、ベホイミで魔法使い、もう一回スクープだな。痛恨食らったらちょっと話にならないけど、 OKOKOK 下げてくるか。あるかなんで、で、盗賊勇者、盗賊とかもさ防御でよくないか。壁で、とにかく作ると。よしよしよし、壁になってな。まあ下がっても上げられる、このパターンでいこう。盗賊もなんか個別のやつが欲しいよな。ベホイミを使うかって言われた。これマヌーサ効くのかな、寝るのかな。ピオリムかけとくか。あ、総理が先手を取りたいんだよね、回復とかも含めて。防御攻撃で、ちょっと自分がやばいから。勇者はまだ大丈夫でしょう。スクートは常にかけて。よし、先手取れんな。おお、先手取れるわ。でルカランで下げられてもまあまあまあ大丈夫。じゃ盗賊も大丈夫でしょ、攻撃してだいぶ上がったから。メラミ効くか。じゃあ体勢は整ったからメラミ。よし、79、でかい。倒した。バイキルトやっぱ強えわ。おのれ、うが。盗賊によって偽の王様が倒された。完全に暗殺だな。王様暗殺計画完了。で、変化の杖。からの本物の王様で、あれ、お姉ちゃんどこ行った？あ、いた、一人。あ、これは閉じ込められていた踊り子か。踊ってたお姉ちゃんどこ行ったの？出してもらえた盗賊の花、あと1個。ここだけ？下は何があるんだ？小さなメダル。あいつは結局骸骨になってんな、悲しい。
ん？で、ここは1個ある。命の石。これもしかしてさ、なんかどっか裏口があるんじゃない？裏口から牢屋に行って、牢屋からあれ、なんかいる。お前なんだ。ここから牢を抜け出して悪い王様をやっつけてやる。あれ、これどこに通じてんだ。謎だな。きっとそれで王様がここに捕らえられていて、あいつは偽物なんじゃみたいな多分ことを言うんだけど、それがどこに繋がってんだかわかんねえ。城の外から行けんのかな。一回外へ出てみよう。で、あると、あ、でもこっちって小さなメダルがあったところくらいだよね。いや、なんかないな。わかりません。あれがどこへ通じてんのかがわからない。まあ、とりあえずサモンサクリアして、まあ、オーブが手に入ったわけじゃなくて、交換してくるか。じゃあどこが一番近い。結構微妙なとこなんだよね。アリアハンが近いか、なんだかんだで。で、変幻杖で一応、そうなんだよね、祈りの指輪とか、あのエルフのところで買えるようにはなるんだけど、どうしようかな、悩むな。なんかもうめんどくさい気がする。あ、ゾンビキラーになったままか。70で強い。やっぱり攻撃力は強えな。ま、いいや、変えちゃおう。今どこにいる？もうちょい下か。ここ氷岩魔人とか出てくるとこだっけ。出てきた。女神で倒す。67。冷たい息さえ測れなければ、まあまあまあ。で、少し右上の方に行って変幻の杖、それが欲しい。船乗りの骨と取り替えっこする。わはは。というわけで、船乗りの骨を手に入れて、何も起きなかった。ここじゃ分かんないのか。フィールドに出ないといけないのかな。ぐるぐる、南に85、東に126とかの方向へ、じゃあ次回行きたいと思います。まあ、ロマディアから行くのが近いんで、というわけで、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。